皆様おはようございます、リチャードでございます。今回ですね、こちら今建設中の、長野県安曇野市のですね、安曇野市体育館になります。ANC アリーナというネーミングされまして、ANC、地元のね、安曇野ケーブルテレビさんが、命名権をね、1年間かな、買い取りまして、こちらのネーミングになっております。今日はね、こちら体育館の模様ではなくてですね、ぐるっとこちらの方を来ますと、よいしょ、すぐお隣がね、豊砂の南部総合公園になります。安曇野市の、ね、中では一番大きな、公園になるかと思うんですけども、実はこちらでですね、先ほど、7時半前に到着しまして、一周約500メートルですかね、ウォーキングコースがあるんですけども、そちらを6周してきました。で、このようにね、今日はのいいお天気に恵まれたものですから、こちらの公園、以前から私使ってたんですけども、ロケーションが本当にね、いい公園なので、今日はこちらの方をですね、動画の方に収めまして、皆さんに見ていただければなと思いまして、録画の方をね、スタートさせていただきました。改めまして、リチャードでございます。私、チアナゴチャンネルのですね、リチャードでは、ライブ配信とかで、声をね、入れたりしてたんですけども、今回私個人チャンネルの方で、声の方をですね、こうして皆さんにお届けするのは初めてになるかと思います。お聞き苦しいかと思いますけども、よろしくお願いいたします。こちらですね、ぐるーっと周回のウォーキングコースがあるんですけども、こちらをね、一周していきたいと思います。ですから今日はね、合計、7周ですかね、ウォーキングすることになります。これが豊砂南部総合公園施設案内所、現在地ですね、こちらで、先ほどの駐車場を歩いてきまして、今こちらの方にね、豊砂の安曇野市ですね、安曇野市の、新しい体育館ができます。で、今日は隣に10面のテニスコートがあるんですけども、松本市内かな、先ほどね、高校生が、大会があるみたいで、先ほどウォーミングアップしておりました。まもなくね、始まるかと思います。こちらの方がね、ずっとウォーキングコースになっておりまして、約1000歩ありますんで、多分500メートルぐらいあるかと思うんですよね。あとこちらにね、愛犬広場、あと周りはこうしてマレットゴルフコースがあります。ぐるーっと、先ほど確認しましたら34ホールぐらいね、ありましたんで、ちょっとそこら辺もね、これから確認したいと思います。では一周ね、500メートル、ゆっくりゆっくり、歩いていきたいと思いますので、こちら中の方はすべてね、芝生ですね。こうして、はい、今ちょっとね、伸び始めてますけども、年間通して、細かくね、綺麗に、はい、整備されております。この地で21世紀を迎えた記念をガラスに刻み、町の水晶木、欅や拳21本を植樹した、こういったね、形ですね。はい、こちら私がね、今スタートしたのが、東西南北の南の方ですね、南の方、時計とは反対回りに、歩いていきます。
こちら公園内にはね、こちら南東の方とあと北西の方にですね、トイレが1箇所ずつあります。今日もね、こうしてマレットゴルフにね、勤しむ方もねおります。はい、若干今朝14度ぐらいですかね、最低気温。朝は、めっきりちょっと涼しいというかね、人によっては寒く、なる気温ですので、ちょっと朝一はね、出足がまだ少ないんですけども、もう少し暖かくなってきますと、またマレットゴルフ場もね、多くの人でにぎわったかと思います。こうして周りにね、はい、あります。あ、向こうにコースガイドがありますんでね、ちょっと確認していきたいと思います。こうした東屋もね、2カ所かなありますんで、休憩所として使っております。36ホールありますね、すごい。ショートコースが一番短いのが12メーターですね、9ホール目。あと105メーターロングコースもありますね、パー5パー5、パー3からパー5まで36コースあります。こうしてね、周りをね、はい、囲む形で、はい、マレットゴルフ場があります。合計1482メートル、パー144、すごいですね。18ホールかけるの2。はい、こちらの方があります。東屋もね、ちょっと広めの東屋がありますんでね、休憩には良いかと思います。こちら中の方がですね、こうしてね、一面芝生ですんで、平日は小さいお子様連れのね、ママさんが、朝のね、家事を終えて、結構ね、来ますね。で、今日は、9月の25日の土曜日ですね。今、時間は8時33分です。私は7時半前に来てね、もうすでに6周しましたけども、これからまた暖かくなってきますとね、子供さん連れのね、親子連れさんがね、結構来て賑やかになるかと思います。今気温何度だろう、17度8度ぐらいかな。今南を東方面から北に向かっておりますけども、向こうの方がね、安曇野市豊科辺りの東山になります。光山とも言いますけども、はい、ちょっと見えますかね、このちょこっとした展望台がね、松本市のアルプス公園の展望台になります。冬場一度ですね、私向こうの展望台からこの安曇野平野を映しまして、真冬にね、ちょうど雲海、この上空が全部ね雲に覆われて雲海の時に、向こうの展望台から撮影してあります。でもしよろしければまたチンアナゴチャンネルのね、リチャードアキラで検索していただければ、そちら雲海の模様もね見えるかと思います。こちらパー3、34ホール目ですね。これが33ホール目。あとこちら公園がですね、標高がだいたい570メートルあります。でちょっと色づき始めてますけども、紅葉にはまだまだ若干ちょっと早いですね。はい、で中はこうしてね、小さなお子様用の、遊具もねあります。
以前はね迷路の遊具もあったんですけど、今撤去されてね、新しいこちらの方の遊具になっております。こちらがちっちゃい奥様のね遊び場になってますね。はい、こんな感じです。はい、ひたすらぐるぐる歩いてきます。はい、ここが30ホール目ですね。36ホール回るとなると 1.5キロ、ねえ、何時間ぐらいかかるんでしょうね。やっぱ2時間ぐらいかかっちゃうのかな。こちらのコースからですね、少し外れまして、マレットゴルフ場の中を突き抜けていきますね。こちらサイクリングコースがあります。今走ってきましたけどね、サイクリングコースですね。で、おお、カモだカモ。カモ、はい、皆さん見えますか、カモですね。はい、これがね、安曇野市がね全国に誇ります10化石ですね。10化石、農業用のね、はい、水路になりますね。こちら安曇野市の方は本当に川とかはねあるんですけども、だだっぴろくて平坦な土地なんですね。それで隅々まで水をね行き渡せるには本当に至難の技で、北アルプスもあるんですけども、やっぱりね平地だということでね大変です。でここ10化石をね、作りまして、あれはサイド側からポンプアップしてるんですかね、最初の方は。それで、安曇野平、全てにね、はい、水を供給しているということです。すぐ公園のね脇の方になりますんで、またもしよろしければねこちら10化石もね巡りもね、楽しいかと思いますんで、ぜひ機会があれば皆さんね、はい、ご覧いただければと思います。歩いてね、数十歩のところにありますので、はい、ご覧ください。この10化石のおかげでね、この安曇野地区は、長野県内でもね有数の耕作地帯で、水、お米かな、水稲がね県内でもね、多分1位だったんじゃないですかね。そういうね地域になります。まあコシヒカリがね中心かと思いますんで、本当に A ランクのねいい米が取れるということで、全国的にも人気がある地域ですね、安曇野の米は。北アルプスからの綺麗な水もありますんでね、あとこうして10化石合わせてですね、いいお米が、美味しいお米が取れます。こちら、この木がですね、大体この1周500メートルの中間地点、私は、足で計測しましたらちょうど中間地点になります。約250メートルですね。本当に公園内にね至る所にこうしてね、植木がありますんで、
木陰もありますんでね、散歩がてら、はい、本当にいいところだと思います。木陰で休んだりね、あずまいで休まれることもできますんで。でこちらがね、噴水なんですけども、こちら今年というか、まあ、来月からですね、リニューアル工事になります。あと今真ん中にあるこの円錐の山状の、ものが撤去されて全部フラットになります。でフラットでちょっとあれかな、もっと広大きくなるんですかね、サークル自体が。来年の春に完成しまして、来年の夏頃ですね、はい、供用開始となりますので、またあの完成した暁にはですね、こちらの方からお届けしたいと思います。まあこうした感じで流れる感じになってたんですね。これが卓上になって向こうの方に、これからどうなるかね、楽しみですので、はい、また楽しみいただければと思います。これあの北の方角の方に入りますね。こちらの方もね、トイレになってます。あと体のね、不自由な方、あと小さいお子様用のね、はい、設備も整ってます。自転車を置いてですね、あとこちらから、今日はねちょっと雲がかかってて見づらいんですけども、北アルプスがね見えます。北アルプスですね。今日はちょっと雲がかかってますんで見づらいんですけどもね、木にかかってます。こうしてずっとね北アルプスが見えます。でこちら県道を、向こうの方に行きますと、安曇野市街地ですね、安曇野市、豊洲の市街地、あと安曇野インターですね、車で約10分ぐらいです。で安曇野インターから来られる方は安曇野インターを降りまして、すぐ左に降りてください。安曇野市街地の方に、そして一つ二つ目の信号の角にファミリーマートがありますんで、そこの信号をまた左の方に行きます。で左の方に交番、あと右の方に長野県立子ども病院がありますんで、そこを突っ切ってセブンイレブンの、信号がありますんで、そこもまっすぐ行ってください。でセブンイレブンの信号の一つ二つ目かな、セブンイレブンの信号を意思として次の信号ですねが、この運動公園の入り口の信号になります。体育館でねなりますんで、また機会がありましたら皆さんお越しください。はい、これが2軒目の東屋です。ちょっとね休憩もできます。あとこちらのコースですね、私が一番好きなコースがこの西の方から南に向かっていくコースですけども、柳の木がね何本かあります。十何本あります。こうして向かっていきますと、はい、すでにねもう葉っぱが落ちてる柳の木が2本ぐらいありますけども、正面にね見えてきました。こちらが一番私のこの好きな、コースの中でね、好きなポイントとなります。もう秋に入りましてね、枝がちょっと葉っぱが、ちょっともう枯れ始める直前ですんで、色もねちょっとね違ってきるんですけども、ちょうど5月ぐらいですかね、若葉が青々としてね、春風にそよぐ頃、ちょうど5月ぐらいのね
この浪柳のこのコースが一番好きです。また来春ですね、機会がありましたらこちらの方もアップしていきたいと思います。こちら健康づくりのためにね、いろんな器具が至るところにありますんで、また地元の方もね、どん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 お越しいただいてご利用いただければと思います。こちらが中部電力のね、高圧線鉄塔になります。はい、このすぐね、麓の方にありますんで分かりやすい場所にあると思います。柳の下を通過します。木陰になってますんでね、本当に涼しげなこちらポイントとなります。至る所に、ね、こうした腰掛けもありますんで、はい、ちょっと疲れた時にはね、一服しながら、またウォーキングね、再開していただければと思います。こちら中の方のね、芝生エリアにつきましては、ワンちゃんペットのね、散歩は不可となっております。その代わり右の方にこうして、水道場、あと愛犬広場もあります。犬の運動はこの広場でということですのでね、こちらの方で、まあ、ドッグラン代わりに使っていただければいいですので、はい、こちらの方もね、完備しております。安曇野市クラムザッハ町姉妹都市提携記念、2007年11月4日、14年前ですね。クラムザッハ町ってどこだろう。クラムザッハ、なんかドイツっぽい名前ですけど、皆さんちょっと調べてまたコメント欄に教えてください。よろしくお願いいたします。以上で、スタート地点に戻ってきました。はい、以上でですね、豊島南部総合公園の、周回コース、私のウォーキングコースをご紹介いたしました。今日はね、こちら収録の、ウォーキングを含めまして約7周ですね。はい、万歩計で、7592歩歩きました。これから毎日ね、1万歩、目標に1日、朝晩にかけて、頑張りたいと思います。
また皆さんもね、これから歩く運動するにはいい季節を迎えますので、ぜひトマの近くのね、自分なりのウォーキングコースを見つけて、歩いてみてください。で、これからもこうしたね、動画に、私の声をつけてですね、配信していきたいと思います。ちょこちょこね、配信していきたいと思います。あとあと、個人チャンネルで、また、ライブ配信もね、予定しておりますので、いつになるかはちょっと、まだ未定ですけども、そちらの方も頑張っていきたいと思いますので、引き続き、リチャード・アキラチャンネル、まだ登録されてない方は登録ボタンと高評価ボタン、応援の方よろしくお願いします。以上ね、私の、ウォーキングコースの豊洲の南部総合公園からお届けしました。皆さん良い週末をお迎えください。はい、ではいずれさようなら。